はい、それではレスピーディ交響詩ローマの松から第3曲ジャニコロの松の解説を始めていきたいと思います。はい、第3曲はですね、パートオフ全体としてはほとんど難しいところは出てこないんですけれども、このテンポの進行がかなりややこしい部分がありますの でそこを中心に解説していきたいと思います。はい、まず最初の、冒頭なんですけれども、ここはあの前回の第2曲からの続きになりますので、ここは問題ないと思います。で、その次の始まりの289からですね、あのピアノの非常に長い、ソロがあります。で、どこで終わるかっていうのがかなり、非常に長いのでややこしいんですけれども、ポイントはですね、291から、クライネットの1拍前からクライネットソロがあるんですけれども、この1拍前の、クライネットソロを目印にすると非常に分かりやすいと思います。はい、でそして、そこから次なんですけれども、294からですね、ここからあの再び、ミュートをつけます。で、ここも指順なんですけれども、ここはまず最初ピアニッシモなのでアップから入って、でチスが出てくるんですけれども、この3拍目のチスでダウンに返せば問題ないと思います。で、ここからずっとまた長い伸ばしがあります。で、ここからまたあのクラリネットのソロが、ここからずっと続きます。はい、で、あとほとんど、それ以降も、ほぼ譜面は単純なものがあの多いので、あの問題ないと思いますけれども、308からですね、ディビージが出てきます。で、特にこの、5度の音程、ハートヒスが出てくると思うんですけれども、ここあのしっかりあの注意して、音程に注意していただきたいと思います。で、それ以降また312からも、4度 あの音程が出てきますので、ここもあのしっかりあのパート内で練習していただけたらと思います。はい、そして313のアフタクトからなんですけれども、この、部分にはあのこのような表記があるんですね。あのそれはこちらなんですけれども、これはあのどういうことかといいますと、これ英語表記で言うと、ハーフですね。つまり、全体の半分だけで弾くという、そういう指示になっています。で、あの初めて見る方はこれ何の表記なのかっていうのがちょっとややこしくなるんですけれども、ここだけあの注意して、あのここは、全体の半分で弾くというそういう指示ですので、ここを、覚えていただきたいと思います。で、あのポジションとしてはもうあのここの部分をどういうふうに弾くかってことに尽きるんですけれども、あの強いて、あの同じポジションで取りたいというならば、第2第3の中間ポジションを使ってというふうに、まずここまでデーディスフィス、これをここまで、一つのポジションに取ります。そしてその次、あの同じ形が、あの 半を下がった形なんですけども、ここを第2ポジション、そしてまたこうするとまた第2第3の中間ポジションで取ると、あの全部あのハーまで、最後のハーまで同じポジションで取ることができます。はい、そして、ここから、ここからまたミュートを、外して、また戻ります。で、その次、から、ずっと先に進んで、319から、トゥッティという表示が書いてますので、ここでまた全員に弾くことになります。はい、でそれ以降もあとほとんど、単純なあの全音符とかほぼ全音符から出てくるところになるんですけれども、あの結構ここはあのテンポがあの緩んだり、あるいはまた速くなったりとかっていうふうに、あのかなりあの流動的になってますので、そのテンポ感をあの中心にあのしっかり指揮者を見て、あるいは、ソロの楽器を、把握してあの弾いていただきたいと思います。はい、あとそれ以降も問題ないと思います。はい、で楽譜全体では344の小節であのパートは終わりなんですけれども、また、その次の第4曲にもそのまま切れ目なしに続きます。で、そこの始まりを、しっかり把握しないといけません。で、ポイントとしてはですね、一番最後の、小節フェルマータがついていると思うんですけれども、ここの最初の小節の頭の音を、チェスターが、ハーの音を鳴らしていますので、ここを目印にするか、あるいは、ファーストバイオリンがあの2人ソロがありますので、そこをあの目印にあのしていただくか、あのどちらか2つを、考えてやりやすい方でを目印にしていただけたらと思います。はい、ほとんど、駆け足な、
解説になりましたけれども、第3曲は以上になります。で、この曲はですね、パートオフが非常に単純なので、特に、パートオフだけでなく曲全体を把握するということがしっかり重要になってきますので、その点を、中心に練習していただけたらと思います。はい、第3曲ジャニゴの松の解説は以上になります。ではまた次回。